不動産投資を学ぶなら楽町ファーストロジック。本日の楽町トークのテーマは日本銀行金融政策決定会合と FOMC まとめて解説です。ゲストは楽天証券経済研究所チーフエコノミストの愛宕信康さんです。よろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。さて、昨日7月31日には日本銀行の金融政策決定会合で政策金利の引き上げが決定しました。はい、一方、同日開かれたアメリカの FOMC では金利据え置きが決まりまして、パウエル議長は会見で9月利下げの可能性を示唆しました。日米金利差が縮小する大きな転換点を迎えていくことになりますけれども、今後の日米の金利、そしてマーケットはどのようになっていくか、愛宕さんと読み解いていきます。さて、日本銀行といえば愛宕さんがもともといらっしゃったところですよね。なんかいたみたいですポジションとしては政策委員会審議委員のスタッフをされていたと。リーマンショックって ありましたよね、2008年、はい、リーマンショックの前後4年間ぐらいですかね。政策委員会室というところに所属をして、政策委員会の審議員というですね、ボードメンバーのスタッフをしてたんです。どんなことされるんですか。いっぱいいろんなことがあるんですよ路地回り、ロジスティックス、秘書業務ですよね、それももちろんありますし、それから例えば記者との面談とかあるじゃないですか、そういう時にちゃんと同席をしなきゃいけない、コンプライアンス上とかですね、それから例えば原稿を書く、サポートをする、場合によっては原稿を書く、それから図表、いろんな資料を作る、そういうような、いろんな作業があるわけです。そんないろんなところを知っているからこそ、今回はどうですか、会合の結果がお昼ぐらいに、普通出ますけれども、今回13時ぐらい、もうアクセスが集中して、大変でしたけども、今リーマンショックの前後って言いましたけど、2000年代前半の時の日銀、ちょっと、私が所属していた時のちょっと前ですけど、今の植田総裁、審議員として実はいらっしゃったんですよ。じゃあもうそばで働いてらしたんですね。近くにいらっしゃったんですけど、でもそういう意味で当時の金融政策運営の枠組みの中で、日銀がやっていたこと、政策決定の過程とか考え方、そういうものがですね、非常に今参考になるはずなんです。はずなんですけど、今回は難しかったですね。参考にならなかったです。中にいて知っていても難しかった。逆に言うとね、知っているからこそ難しかったかもしれないです。読み切れないみたいな感じですか。セオリーが頭にあるわけですね、当時の。で、金融政策を決定するときにはこうあるべきだっていう、あるだろうっていう、自分なりの考え方が当時を参考にあるわけですけど、それを当てはめると外しますね。今回外しましたね。分かりませんでした。そうですか、まずは気になる日銀のお話もあるんですが、その前に直近の FOMC から見ていきたいと思います。7月31日に開かれた FOMC では政策金利が8会合連続で据え置きとなることが決定しました。こちらどう見ていますか。基本的に、コミュニケーションというのは中央銀行によってでスタイルがあるんですよね。で、アメリカの中央銀行 FRB ですよね。 FRB のマーケットとのコミュニケーションのスタイルっていうのが、随分定着しているものがありまして、それはですね、事前に、例えばパウエル議長なり、高官とよく言われますけど、上の方が例えば議会証言とか、記者会見とか、講演とか、そういうところできちんと考え方、見方、明確におっしゃるんですよ。で、それをきちんと見て、マーケットは事前に織り込むってことをしていくんですよね。よく織り込み済みっていう言葉聞きますもんね。そうです。で、結果が出て反応しないっていうのが、FRB の基本的なやり方なんですね。今回は、現状維持っていう見方がもう事前にありましたので、でちゃんとその通りに現状維持を決定した。だから全くサプライズなかった。でマーケットはですね、今回の決定よりも次どうするのかっていうことを、パウエル議長がどういうことを言うのかっていうところにもう皆さん注目してたんですよね。9月利下げということを示唆してましたけれども、はい、
でそのまずこのステートメントなんですけど、はい、声明文、日銀にもあの声明文あるんですけど、はい、FRB にも声明文がちゃんとありまして、今回の声明文で一つポイントがあるんですね、はい、変更点が、それがですね、雇用の関係の、はい、まあ、コメントっていうのがちょっと前回に比べて今回弱くなったんですよ、はい、と言いますと、これ重要なメッセージで、はい、前回はですね、雇用が非常に強かったので、まあ、日本語にちょっとしてますけども、はい、雇用の増加は引き続き堅調でっていう、うん、はい、まあ、言葉で、失業率は低いままだっていうふうに表現されてたんですね、はい、これが今回どう変わったかっていうと、はい、雇用増加は緩やかになり、はい、失業率は上昇してるが依然として低い。だから上昇っていうのは良くないことですよね、失業率が上がるっていうのはね、はい、だから上がるっていうことを前に持ってきて、上がってるんだよと、だけど依然としてまあ低いから現状維持でいいですよっていう話なんで、これあの非常にこうインプリケーションがあってですね、雇用に対する見方が下方修正されている、慎重になってますよと、だから利下げにちょっと近づいてますよっていうことなんですよ。それがこの一文から読み取れるんですね。で日銀ウォッチャーみたいな、まあ FRB にもフェドウォッチャーって言って、あのずっとウォッチしてる人たくさんいるんですけども、ここにまず注目するわけですね。で、あ、ここでメッセージが出たっていうふうにまず感じて、うん、でそれを踏まえた上で記者会見を、パウエル議長の記者会見を、まあ、聞くということになります。でそこでパウエル議長が実はきちんとメッセージを発しているということなんですよね。あ、なるほど。まあ、ざっくりですけども、利下げを示唆したところをちょっと抜き出して日本語でご紹介してるんですよね、はい、まずですね、我々は、まあ、ちょっと括弧はちょっと無視していただいて、時期っていうのは、まあ、その利下げのことですよね、利下げの時期が近づいていると考えてますと、で思ったような、期待しているようなデータが入ってくれば政策金利の引き下げっていうのは9月の会合から検討できそうだみたいなことをもうおっしゃったんです、はい、明言された。で、まあ、その繰り返しになりますけども、その2番目ですよね、その政策金利引き下げは早ければ9月の会合で、まあ、実施されるだろうと、まあ、しますとはもちろん言いませんけど、うん、はい、まあ、一応データを見てですね、思ったようなデータであれば、あ、やりますよっていうふうなニュアンスのことをおっしゃった、はい、で、まあ、いろいろこうやり取りの中で、あと2つですよね、うん、はい、我々はインフレが収束する自信を深めています、今まあ 2% 台ってことになってるんですけど、はい、それが、まあ、まあ、日銀と同じですけど 2% というインフレ目標ですよね、うん、これに収束していくっていうふうに彼らは見てるわけですけど、はい、まあ、どうも収束していきそうだと、自信が強くなってますよってことですよね、うん、で最後に、まあ、ずっとその現状維持続けてきてたわけですよね、はい、5% を超える政策金利でずっと、まあ、引き締めという状態をずっと続けてきた、はい、うん、で物価が沈静化するのインフレが沈静化するのを待ってたんですけども、これ以上待つとちょっと景気が崩れる、雇用が崩れるっていうような、ちょっと瀬戸際にありそうだっていうことなので、物価の結果を得るために、つまりインフレ目標に収束するのを待って、これ以上労働市場が冷え込む必要はないんじゃないのと、これ以上高い金利を続けるともうガタガタガタっていってしまうよというようなメッセージを、まあ記者会見で発してですね、はい、ああやるんじゃないのというような見方を強めさせた。で、はい、聞く側も、あ、9月だよねっていう、はい、まあ、自信を深めたっていうことが、まあ、こういうふうなコミュニケーションを経て、マーケットは9月利下げっていうのを織り込んでいくってことになるわけですよね。収益物件数ナンバーワン、不動産投資を始めるなら楽町アプリ、楽町で検索。示唆ということはこういうことだったんですね。そうです、そうです。これを受けてマーケットとしてはどう動いたんでしょうか。はい、金利の先物っていうのがありましてですね、金利の先物から、利下げをどのくらい織り込んでいるかっていうのを計算しようと思ったらできるんですね、うんうん、その金利先物からその確率を計算したのが、実はフェドウォッチといってですね、はい、あのシカゴの、まあ、CME っていうところが出しているフェドウォッチっていう、まあ、統計があるんですよね。でそれをちょっと直近のデータを入れてちょっと絵にしたものがこれなんですよ、はい、で一番左に9月 FOMC って書いてますよね、はい、これが次回の9月の FOMC で、現状維持なのか利下げをするのか、うん、どういうふうに織り込んでますかっ
ていう確率を示したのが一番左側のグラフ、はい、で、はい、見ていただく通り1回利下げ 0.25%1 回利下げをするという確率がもうすでに9割織り込まれているということです、はい、まあ、普通はここまで織り込ませていくと、うん、まあ、おそらくもっと進むと思うんですね。9月に向けて100に近くなっていく、そうすると、まあ、十分織り込んだということで9月に利下げをしてもマーケットは大きな反応を示さない、うん、で FRB もそれがそういうことを考えているのであえてそこで違うことをやらないということです。まあ、その通り行くだろうということですか、はい、うん、で問題はその9月になったらじゃあ次のどうなんだっていう話になってきますから、うん、そこですよね、はい、11月と12月の FOMC の確率が今どうなっているのかとりあえずですねマーケットの見方を一応確認しておくと、はい、11月も利下げっていう確率が、まあ、そこそこ高いってことですね、うん、5割、はい、超えている。で12月も超えているということで、はい、ちょっと11月と12月で12月の確率高いですけど、はい、おそらくですね漠然とですけどこれまあ多分11月12月はこれから変わりますからこれをそのまま信用するわけにはいかないんですけど、おそらく9月に1回利下げをした後、はい、多くの方は12月なんじゃないのって見てるような気はします。ほうほうほう、11月じゃなくて、でも5割利下げっていうのがあるので、はい、だからまあ気の早い人はっていうか、ハト派の人ですよね、うん、もっと利下げをする、まあ、逆に言うとアメリカの雇用はちょっともうちょっと弱くなるんじゃないのって見てる人は、うん、FRB は年内3回するんじゃないのって見てるってことです。9、11、10、そうです。だからこういうふうに確率がちょっと高いってことでしょうね、うんうん、今後、まあ、アメリカが利下げをしていくと日米の金利差は縮小していく方向に動きますよね。そうです、そうです、そうです。そうすると今度はどんな影響があるんでしょうか。これまで、まあ、ドル円で考えるとですね、うん、ずっと日米金利差が拡大をして円安にずっと来たわけですよね、うん、まあ、おそらく主張されている皆さんも我々もそうなんですけど2022年23年ぐらいから、ずっと為替をウォッチしていくとですね、まあ、100結構近い過去110円台120円台だったんですよ、うん、それが150円台になりましたよね。2023年ぐらいにだんだんこう毎月どん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 円安が進んでいくみたいな話になってですね、はい、で、4月には160円、うん、ワンタッチ、はい、でしばらくして6月から、まあ、160円ということになっていったわけですよね、うん、でその背景というのが、その政策金融政策の違いに基づく日米金利差の拡大っていうのが材料になって、お金はですね基本的に金利が高い方が好きなんですよ。だから金利が高い方にお金流れるので、はい、アメリカの金利が高くなると、はい、アメリカの方にお金が流れる、つまり円を売ってドルを買うってことにするので、為替がそういう動きになるわけです、はい、円安が進むわけですね、ということは逆のことが起きれば逆回しが起きるということで、はい、まあ、このところですね、為替がえらく円高方向に巻き戻しが起きていて、今日なんかも140円台ですよね、はい、来てますけど、おそらく今後ですね FRB が何回利下げをするのか分かりませんけど、そもそも 5% を超える金利というのはまあ異常に高いので、正常なレベルからすると随分高いわけです、ね、だからソフトランディング、景気がソフトランディングしながら、ガタガタ景気後退にならないように上手にですね金利を下げていくということをおそらく FRB やっていくんでしょうね、うん、そうすると 5% なんてレベルはもう とんでもないレベルなので、はい、それをじわ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 、例えばゆくゆく 2% 台とか、まあよく分かりませんけど、うん、そこがどこまでいくのかっていうのが今本当に議論になってるわけですけど、うんうんうん、でも今のところ中立金利といいますけど、はい、2.8 ぐらいを見てますから、うん、まあ、そのくらいまではちょっと時間かけて下げていくんでしょうと。その時に下げながらまたインフレがまた再燃するってことがあるとまずいので、うんうん、はい、十分注意しながら下げていくってことになるんでしょうけど、方向感としてはやっぱ下なんですよね、うん、そうすると日銀の場合は、はい、まあ、インフレ率ちょっと高いので、はい、日本にとってみるとですね、うん、で逆なんですよ、日銀の場合はもう金利がずいぶん低いので、これを正常な方向に持っていきたいんですよね、うん、だから利上げの方向なんで、そうすると流れとしては日米金利差は縮小するっていう方向にまあ行くんでしょうと、うん、一時的なものではなくて、はい、その流れとしてそういうふうになるんでしょっていうふうにマーケットは見ているので、だからまあ今140円台後半ですけど、
どこまで行くんでしょうか。140円近辺というのはもう普通に考えておいた方がいいんじゃないですかね。140円近辺はもう全然あり得ると思います。まあ、でも近い最近っていうと、ね、ちょっと違うかもしれないですけど、うん、数年前まではそれぐらいの水準だったってことですかね。よくですね、購買力陛下ってお聞きになったことあると思いますけど、はい、まあ、経済の構造を考えたときに、例えばインフレ その日米の違いだとか、そういうのを考えたときに大体どのくらいが普通なのかなっていうふうな考え方っていろいろあるんですけど、はい、代表的な考え方、購買力陛下って考え方があるんですけど、購買力陛下でだいたい1ドルいくらかなって考えたときに、はい、そんなこんなんじゃないですよ。140円とかそんなんじゃないですよ。いくらなんですか。だいたい110円ぐらいですよ。とかもっともっと下かもしれないです。これね、直感的に考えると非常に分かりやすいのは、例えばビッグマック指数なんてよく言いますけど、はい、ニューヨークでビッグマックを食べるときと、東京の例えば新宿とかどこでもいいんですけど、ビッグマックを食べるときと、うん、価格ってまあもちろんありますよね、はい、向こうは何ドルってあります、うん、でこっちもまあ何百円とありますよね、はい、それを為替を介して、まあ、円でもいいしドルでもいいんですけど、うん、同じ通貨にした時に同じ価格にならないとおかしいじゃんっていう考え方ですよ。考えたことなかったですけど、そうかもしれないですね、はい、なんでその同じものを食べてて、うん、なんで日本で食べるのは安くて済むのっていう話になっちゃうんです。だからそういうふうに、うん、均等化するっていう発想で、うん、為替レートが調整をそこしなきゃいけないよねっていうふうに考えるっていうのが、まあ、購買力陛下の基本的な発想なんですけど、うん、そうするともう事実上ですね、日本で食べるビッグマックって安いんですよ、うん、そうですよね。ということは、はい、ドルに換算したときに高くならないとおかしいので、うん、今のレベルなんかじゃ全然無理で、もっともっと円高にならないと均等化しないんですよね、うん。まあ、これはまあビッグマックに限った話なので、経済全体で捉えるとまあそんな極端ではないですけども、ただやっぱりその為替適正なレベルってどうなのって考えた時に、普通はまあ100円台とか110円いかないぐらいのレベルっていうのが普通ですよね、計算すると。普通を考えたことがなかったですけど、ただ今ですね、まあ、私の周りでもそれがちょっと上がりつつあるんじゃないのっていう見方はちょっとあって、やっぱりその日本もうデフレじゃないし、もうデフレから脱却した新たなその物価水準っていうのをまあ基本的に考えて、為替レートを適正な為替レートを弾くと、まあ、そんな100円とか110円じゃなくて、うん、もうちょっと上かもねと、120円とかもうちょっとそのくらいかもね、うん、みたいな議論はあるんですよ、はい、あるので分かんないです正直、うん、どこに落ち着くかはただ、はい、今みたいなレベルから考えてもやっぱり円高方向であることは間違いないんで、うん、方向としてはそっちに行っても全然おかしくないですよね。楽町チャンネルを運営するファーストロジック、私たちは誰もが安心して不動産投資ができる社会を作っていきます。この思いに共感してくれる方、私たちと一緒に働きませんか。今その日米金利差縮小によってその為替の影響を聞いてきたんですけれども、はい、株はどうですか。株わかんないですよ基本的にこれ後でご紹介するんですけど、まあ、いろんな考え方ありますよね、うん、個別の株はもちろん個別の株の考え方ありますし、バリエーションとかいろいろ計算すれば出てくるんでしょう、うん、ただ、これまで日本銀行がやっていた金融政策っていうのは、まあ、異次元緩和っていう非伝統的な、まあ、極端な緩和をやってきたわけですよね、はい、でそれが短期金利の世界にとどまらず、うん、長期金利まで人為的にですね、はい、わっと抑え込んでいるっていうことをずっとしてきたので、うん、実はそのマーケットが正常な姿 をこう失ってたっていう状況なんですよ、債券市場が。普通はですね、はい、マーケットっていうのはマーケット、まあ、売り手がいて買い手がいて、うん、それは無数にいて、うん、その売買があって、はい、それは健全なマーケットですよね、うん、その売買の結果プライスが決まるんですよ、うん、これはどの世界でもそうですよね、はい、うん、それが、まあ、原則なので、債券も当然そうあるべき、うん、なんですよ、国債。でも国債のマーケットは日銀がもう、はい、バカすかバカすか国債買ったんで、今日その話しますけど、はい、もうすごく低金利に抑えられていると固まっちゃうんですよね、人的にずっと低いレートで固まってしまうと、何が起きるかっていうと、
株価がまあ上下上がったり下がったりするじゃないですか、はい、その時に機関投資家はですね債券を持ってヘッジをするってことを普通はするんですよ。安心したい。そう、もう株だけ持ってると株が下落したらおっとこうなりますね、はい、でそれ困るので株だけではなくて分散投資といって、うん、特に債券国債をきちんと持っておく、うんうん、でそうすると株が下がった時に景気が悪いっていうことですから景気が悪いと国債にお金が流れて国債の価格は上がるんですよ、うん、だから株が下がった時にあのヘッジになるんですよね、うん、国債を持っておけばね、はい、だからそういうようなあの基本的なポートフォリオっていうのが日本ではできなくなってたってことですよね。だから日銀が金融政策を正常化する、はい、でまず第一歩として債券市場を正常な状態に戻すってことを今一生懸命やってるわけですね。でそういうことによって投資家としてはですねもう株を持った時にちゃんとヘッジができるっていうその正常なマーケットの機能っていうのがちゃんと投資の上で活用できるっていうような姿に戻りつつあるっていう状態だと思うんですよ。だから長期金利が上がるっていうことに対してなんか怯えるなんかこう見方ってもちろん金利なんであるんですけど必ずしも私はそうじゃなくって正常なマーケットに戻るっていうことを考えたら株にもいいことだと私は思います。正常に戻るって考えたらいいですね。上がる下がるだけじゃなくてあの上田総裁が以前ですね、はい、普通の金融政策って言葉を使われたんですけど普通、はいはい、これまで異常って言ったらおかしいですよね、まあ、異次元緩和をしてた、はい、でそれやめて、うん、普通の金融政策に戻しますっていうふうにおっしゃった、はい、その普通の金融政策に戻すことによって債券市場がまあ正常な姿に戻っていくと、うん、普通の金融市場が戻ってくるんですよ、うん、だから普通の金融政策が普通の市場をまあ復活させるっていうふうな今大きな流れになってるということだと私は思いますよ、ね、でも私たちってその普通の状態を長年知らない状態だったわけじゃないですか。そうおっしゃる通りで、はい、だから急にやられても困っちゃうのでまあ今日もねその日本銀行の金融政策運営っていうのが本当に難しくて専門家ほど難しくなっちゃってるんですけど、うんうんうん、それが予見可能なやり方をやってもらわないと皆さんびっくりしますよね。いきなり、うん、いや今日上げるのって話になる。まあ、確かに FOMC はサプライズなしで、まあ、そうだよねって落ち着いたところだったのにっていう。そうですよね。そうです。だからそういうようなコミュニケーションスタイルにちょっと近いことをですね日銀にもちょっとやっていただく少なくとも考え方がきちんと分かるようなスタイルで金融政策をやってほしいなってっていうまあそういうとやってないように聞こえちゃいますけど後でちょっとそれを議論しましょう。そうですね、日銀についても後ほど詳しくたっぷりと伺っていきたいと思います。はいはい、今回の、まあ、FOMC、うんまあ、パウエル議長の会見だったり発言だったりで投資家が特にここは注目しておいた方がいいっていうところはどこかありますか。ね、パウエル議長の発言というよりも、FRBの、まあ、雇用に対する見方それから物価に対する見方、うん、これがですねやっぱりリスクがあるんですよ、うん、依然として、はい、でそれはですねまあ、いろんな見方ができますけどそれは我々にとってもエコノミストにとっても現地のエコノミストにとっても FRB にとっても非常に不透明感の強い話なんですけど、雇用がまだ言ってもまだ強いんですよね、うん、で景気も強いで景気というのは具体的に言うと実質 GDP の伸び率のことを言います。実質 GDP の成長率、はい、その実質 GDP の成長率が実はアメリカの場合ですねまだ強いんですよ。強くてでちょっとねこれ見てもらいたいんですけど、はい、左側のグラフがですね、実質 GDP アメリカのですね実質 GDP の、これ前期比年率と前年比、まあ、ちょっとこれしのごの言うと難しくなっちゃうので、まあ、伸び率をこの2つの見方で、まあ、絵にしているというグラフにしているというふうに考えてください、はい、マイナスになったらマイナス成長で良くないよという話です、はい、で実は第2クォーター46のデータがこの間出たんですよね、はい、でその結果が 2.8% という前期比年率青いところですね、はい、これね結構強いんですよ。うんで、はいまあ、前年比青赤いラインですね、はい、前年比も 3% ですよね、はいこのレベルの成長率が、まあ、ずっと続いてきてるわけですよ、はい、そうすると右ちょっと見ていただいて、はい、GDP ギャップというのもご覧いただくとね、青いラインですよね、はい、右側の青いラインが GDP ギャップこれ何かというとマクロ経済
あの経済全体ですね、経済全体の需給バランスを示しているんですよ。需給バランス、つまりこの青いラインがプラスの世界っていうのは、例えば供給能力に比べて需要が強いことを示しているので、インフレ圧力がかかるっていうことですね。インフレ圧力プラスの時は、マイナスの時は供給よりも、需要の方が少ないので、デフレ圧力、だからこの GDP ギャップがプラスかマイナスかっていうのが重要なポイントで、プラスの時はまだインフレが強くなるんじゃないのって話になるわけですよ。でも今プラスプラスなんですよ、はい、で GDP も強いで、ギャップもプラスだっていう時に、マクロの環境全体の環境を見ると、まだインフレ圧力強いよねって話になるんですよ。だから FRB がいや 2% に落ち着きますって一生懸命言ってもですね、本当にそうなのっていう、これまだちょっとこういうあの統計見るとリスクがあるっていう話なんですよね。だからこの辺非常に不透明感がまだあるので、やっぱりデータっていうのはこういう、雇用の統計も物価の統計も含めてちゃんとチェックしないと間違ってしまう、政策も間違ってしまうっていうことですよね。しっかりじゃあ投資家もデータを見ると、こうしたデータを見て、ちなみにですね、これあの絵に示してませんけど、FRB の蓄年銀、アトランタ連銀という蓄年銀があるんですよ。でアトランタ連銀というその銀行がですね、この GDP ですね、今ご覧いただいた左の GDP 第2クォーター46が 2.8 って結果出ましたけども、この第3クォーター、飛築ですね、飛築の、のデータの予測値っていうのを、まあ、出してるんですね。いろんなあのこの GDP というのはいろんな統計使って作るんですけど、そのいろんな統計使うその元の統計、基礎統計って言いますけど、それが出るたびに、まあ、推計するんですね。これ結構角度高くてよく当たるんで、マーケット参加者も結構アトランタ連銀の GDP ナウキャストって言いますけど、結構注目度高いんですけど、飛築のやつがなんと 2.8% でスタートしてるんですよ。飛築も強いんですよ今のところ、そのアトランタ連銀によるとですね、だから本当にインフレって沈静化するんだっけって、ちょっとその辺はちょっと注意深く見る必要があるなと思いますよね。はい、しっかりそういったデータも注目しておくべきということですね。はい、ここまで FOMC の結果とマーケットへの影響について伺ってきました。この後後編では日銀の金融政策決定会合の内容と利上げ、国債買い入れ額減額によるリスクについてたっぷりお話を伺っていきます。